全てにイラついてて、全てにムカついてて、俺ってもっと楽しいことが好きやった人間のはずやのに、楽しくしてる奴ら見て何やってんねんって。お客さんほとんどいてなかったのに、乾杯って何を乾杯することがあんねんって、卑屈になってて、やりたいことやって生きていけてんのに、それについて落ち込んでる自分も意味わからんくて、夢追いかけたくても追いかけられてない人がいるのも分かってんのに、それでも自分の好きなことやってることについて一喜一憂して考えたら落ち込んでしまうから、考える時間も与えさせないくらいにライブ入れまくって狂ったようにやって、そしたら開ける道もあれば開けない道もあって、まあ考えたところで、落ち込んだところで、明日は必ずやってくるから、生きてる限り。じゃあもうやるしかないんすよね、決まってるから。でもやり続けてたら、救われましたって言ってくれる人がいて、これが好きですって言ってくれる人がいて、その数は少ないかもしれない、一人かもしれないけども、その一人のためにやるのが、その一人のためにやるのが本物だと思うし、そして本物は絶対につかみつかると思うし、絶対にちゃんとお金にもなると思うから。夢、生活、お金、音楽、ライブ、周りの目、雑音、嫉妬、名声、全部分からせるから、頼むから見てほしい、聞いてほしい。一人でもやるんじゃなくて、一人だからやる。